はい、どうも皆さん、番号にちはい、すげーです。ということで本日11月の18日ということで、ポケットモンスタースカーレットバイオレット発売でございます。イエーイ。ということで、はい、今ね発売したてで夜中なんで、ちょっと声はちっちゃくやっていきたいと思います。はい、ということで、このゲームをどうやってプレイしていくのか、ただやっても面白くないんで、ちょっと縛りプレイを設けます。題して、新ポケモンしか使ってはいけない縛りということで、はい、今作で初めて出てくる新しい見た目の新ポケモン、まあ、フォルムとかでも、まあ、ありにしましょう。はい、新しい見た目のポケモンが出てきたらそれは使っていい。今までの中コラッタとか、まあ、出ないんだけど、まあ、ポッポとかいるとしたらね、まあ、そこら辺はもう使っちゃいけません。今までいたポケモンたちはね、使っちゃいけませんっていうルール、縛りプレイをしつつやっていきたいと思います。ってことなんでね、この動画を見ている方は新ポケモンの情報をいっぱい見れると思いますんで、ぜひぜひ毎回見に来てくれると嬉しいです。はい、新しい情報をね、できるだけ紹介していけたらなと思っておりますので、ということで早速、まあ、イスゲ作っていきましょう。さあ、ということでできました。イスゲ緑が好きなんで、まあ、こんな感じで髪型結構おしゃれでしょう。これでいきましょう。お、いた。いすげ。おしゃれな髪型して。すげえいい部屋だな。俺の部屋よりでかいよ。いいとこ住んでんな、お前。俺か。俺はお前。お前は俺。ああ、すごいね。むちゃり。ましたな、君。でかいな、この家。あ、my mother。my mother。なんか、手の運動してる。もう制服着てるんだ。今日から私がこうだもんね。家で待ってて。大切なものが届いていない。なんだろう。こうか。不審者入ってきた。あなたがイスキーさんです。そうです。勝手に入ってきてくれないでください。グレープアカデミー校長クラベルと申します。不審者です。すべて私の責任ですので、こちら入学案内と校内施設の資料です。校長自ら。ちょっと飲んでってください。うん。この準備していらっしゃい。了解。任されたマザー。決まってるわね。なんだ。一番大切なものを石毛さんに渡すのをうっかり忘れていました。ポケモンかな。大切なもの、大切なものってまさかポケモンじゃないですよね、クラベルさん。ポケモン愛護団体の方たちからお叱りを受けますよ。やっぱそうじゃん。きたー。にゃを果たすなよ。今日また隙間でして、草猫ポケモンニャオハさん。はにゃ。かわいい。いや、ホゲータもいいんだよね。炎ワニポケモン、ホゲータさん。ホゲー。コガンポケモン食わす。カップル。SG はね、緑好きなんで、やっぱニャオハだね。包丁よりも SG さん気になるようです。次の時も買わないと。あちらのお家にいますので、じっくり考えて決まったら伝えに来てください。3匹でももらっちゃおうかな。1匹選ばないとなんだ。一緒に歩いて様子を見てみるのはどう？何？スマホくれた。
もうポケモンいるじゃん、もう戦えないの、スマホのとも。おお、一緒に歩いてみるってこういうこと？貫通する。てかちっちゃ。バック。校長の言葉。あ、すごい。視点変えられるんだ。上向いてる。誰がいるんだここ。豪邸だ。いない。おお、バッサー鼻の匂い嗅いでる。危な。やられる。ホゲータ逃げろ。君がこの子たちのトレーナー。いや違いますけど。ミスゲさんはまだ化け物選んでないんですよ。すごい、このムービー綺麗だね。どの子が初めての化け物になるでしょうね。美味しいかそれ。あ、マジ。まあもっともっと決まってたからね。メモさんじゃなかったっけ。早い到着ですね。先生もしかして。うんうん、そうです。うん、メモだね。ガンダム、よろしく。元気な人だね。生徒会長でチャンピオンランクの凄腕トレーナー。そうなんだ。入ってやろう。怖い怖い。先立ってる。殺される。ポケモンシャブやりたい放題。やめて。ポケモンは争いの道具じゃないの。俺はやっぱ草タイプだよ。ニャオハ、よろしく。はい、ということで名前抹茶ですね。いいでしょう、抹茶。君は今日から抹茶だ。モンスターボールという道具に入れるのです。はい、ニャオハ選ぶなんてさ、すごく似合ってる。バランスもいいもんね。そうなの？一匹選んでいいですか？いや、あなた凄腕トレーナーなんでしょ。欲張りだな。素敵な心がけです。今日持ってるのにもらうってなかなかのやつだ。クラス。クワースでも鳥だからな。水飛行とかになるのかな。下のビーチ待ってるから準備できたらすぐ来てね。了解。血気盛んですね。お待たせしました。じゃあ散歩してました、ごめんなさい。怒んないでください。さあ、ということで初めてのポケモン対戦ですね。お、じいちゃん。さっきのこのデビュー戦、そうだね。俺の抹茶のデビュー戦だ。実りのある勝負しよう。草タイプだけに。よし。
いいね、楽しんでほしいな。了解。あ、すごい、様子を見る。ふわっす、サクサ。お、木の葉覚えてんじゃん、効果抜群じゃない。水鉄砲やんのかな。じゃあマスターだぞ、マスター。ケーマちゃん小天パンにしておやり。よしよし、イエース。かわいい、君やるね。300円もらった。怒られるって校長に、こんなお金もらった。違う先輩試したし、もう一回勝負しよう。校長代わりに戦ってあげて。やろう。なんだろう。ああ、ポケモンですか。担任のジニア先生が作ったすごいアプリ。図鑑を手書き。あ、翡翠とかかな。ガンガン目指して頑張ってください。私は眠さのご家族と話がある。悪い飯だろ。置いてけぼりのホゲータ。図鑑といえば、あ、やっぱそうだよね。スマホロトムのポケモン図鑑アプリを開けます。気になる。きた、ポケモン図鑑アプリ。戦ったり捕まえたりすることで図鑑アプリにポケモンの本が増えてきます。本の表紙が分かれます。へえ、すごい。おお、かわいい。体から発する甘い香りで周りを魅了する。4キロある。詳しくは分かんないと。うわー、捕まえたらこうなるんだね。ねえ、どんどん捕まえていきたいね。小さじの小道。おお、いるじゃん。ちょっと当てに。じゃあ、いっぱいいる。俺の縛りプレイ、ぬるげーじゃん。近づく戦うことになるけど、にゃんはと一緒なら大丈夫。モンスターボール。そうですね。来た、ありがとう。いっぱい持ってる。乱獲しようとしたんな。来た、豚。おお、戦うよ。よしよしよし、クルトン。かわいい。死ね。さあ、捕まえるか。いい、いい、いい。まずは君だ。
ゲットだぜ。ワクワク、ワクワク。グルトンゲット。こいつの進化系がもしかしてケンタウロスかな。ケンタロス。可能性あるよね。グルトン、豚ポケモン。エリスグリの餌しか食べない。体から虫ポケモンが嫌い。ハーブのような香りを放つ。絶対食われてるって。名前はもう決めてます。アグーですね。沖縄の黒豚ですね。はい、アグー。美味しくなーれ。よーし、よしよしよし、いいぞ。やっといっぱいくれた。ナイス。あの灯台を目指そうか。了解。ボールを投げて戦ってみましょう。こいつ気になるよね。タマチラ、虫か。タマンチラ、糸玉ポケモン。タイプ虫。お尻が出す糸はワイヤーに匹敵する強度。強さの秘密が研究されているのだ。タマンチラ。タマンチラの名前はオフトゥンに決めました。だが囲まれ、ああ来た。来た。可愛い子。パモ。なんだパモって。すげえ名前だね。来た。パモ。ネズミポケモン。電気。あれ？手の肉球が放電機関、後ろ足でようやく立ち上がると手のひらから電撃を放つ。マジか。はい、ピカチュウですね。ピカチュウ。ポケモンの数が順調かね。いっぱい捕まえたよ。相当。怖い怖い怖い。そういうポケモンいたりして、危ない洞窟はあるか、そこには行かないように。ワンちゃん、かわいいポチエだ。バウバウ。かっこいい。あげゃー。おい。すげえ、ロロトもすげえ。ギャン。怖すぎ。もうデジモンだってガルルモンでしょ。もう機械の四足歩行って言ったら、お腹空いたんかな。サンドイッチ食う。ちゃんとあげるんだ。食べれるか。機械だぜこいつ。オイルとかじゃないと。おや、すごい。わ、食った食った。食い物を体の中であれかな、別のものに変えるのか。あげやす。かっこいい。
伝説のポケモンなのかな。でもなんか似てるポケモンがいるから、そしたら未来バージョンなのかどっちなのかが分かんないんだけど。ん？あ、どうした？次だろう。アギアス。タイプ何なんだろうこいつ。やばいでしょ。多いってそれ。強いんだなこいつ。ん？何か来てる後ろ。いるか。親分来た。ねえねえ、かっこいい。いや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 無理だろ。イエローフトン。月が見当たらない。やばい、殺される。どうするんだろう。さすがに多すぎるね。落ち急いで。おお、すげえ飛んでる。喋んないんだね。いや、かっこいい。超かっこいい、こいつ。展望台。ん？おお、なんだ？疲れちゃったのか？元トカゲってポケモン、そうそう、元トカゲっていうやつがいるんだよね。そいつと形がそっくりだから、そう、だから元トカゲの未来の姿って言われてるね、巷では。シャレー、黒いね。スピードスターくれた。あ、なくなる式になってる、面白い。いいねいいね、緊張感が生まれるんだよね、そうすると。
なんでいる？え？マリオ言ったんじゃないぞ。君確か文系クラスのペッパー。今博士、普通博士の息子さん。そうなの。ペッパーさん、父ちゃん関係ねえ。それよりこのポケモンがなんでいるんだよ。どうしてこの姿に。どうしてこの姿に。この子は助けてくれたの。うん。この姿じゃ戦えねえさ。ミライドの本当の姿は戦ってる時の子供だから、ね、あ、そうなんだ。出てきます。研究所に入れねえ。鍵かけたっけ。その生徒はうちの学校の生徒かよ。ミライドは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。そうなの。俺が試してやろう。はい。お前マキ、こいつ。おい、喧嘩かけてきたぞこいつ。やべえやつだ。シガリス。いや、ふとん。やだやつのことを覚えてしまった。落とし目つけてもらうぜ。お父さんのことか。よし、やってやろうじゃねえか。星がリスは、まあ虫の抵抗でいいね。タイプ1なんで結構食らうでしょう。速攻下げてもあんま意味ないけどね。リンク力が下げられる。パツは耐える。あ、でもどうだろう。これで倒せなかったらアーグリやられちゃうから変えましょう。ここは抹茶に変えておこうかな。自然回復よ。抹茶弱ったところを美味しくいただこう。いくぞ抹茶、全力の噛みつけだ。キツに噛みつけ。よし、卑怯とは言わせるな。私には手持ちがいっぱいいるのだよ、ペッパー君。300円もらってくれ。捕まえたばかりのポケモン。あいつを制御するモンスターボール。へえ。ミライドのボール。やっとボール手放せたぜ。じゃあな。うん、よく分からんね。学校ちゃんと来ないよ。不良なのかあいつ。え、ミライド捕まえるの。俺のポケモンになっちゃった。へえ。戦いはしないのかな。クルトンが中に。え、まさか調理され、いや見なかったことにし。あれがテーブルシティ。出た、ホグワーツ。ボールがついてる大きな建物は私たちの学校なんだ。おー、だからすごく楽しい。勉強やだな、勉強。
見渡す限りやば、草むらに森。この自然の中いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてたんですけど、ね、待ってる。あ、街があるじゃん。フライトタウンを目指しましょう。了解。あー、ウパー来たー。出た出た、ドロウパー。あーってことで来ましたね、ウッパー。毒ウポケモン、毒ジメ。そう、これパルデアの姿なんだよね。単独行動は危険なので、3人引き合い陣地に並んで助け合いながらの街を歩く。いいね。はい、ということで毒パーですね。おおお、売店、売店的な。あー、いいヨット。たこ焼き屋さんみたいになってる。右がショップかな、フレンドリーショップ。ビッグペイというポイントでもお支払いできます。ふん、そうなんだ。ちょ、技マシンですね。LP とポケモンの落とし物が必要です。ちょっとの人に使える LP。 あ、分けてくれんだ。5000。やった。ポケモンセンターの音が違う。レッツゴー、 R ボタン。レッツゴーね。ザマシンマシン見てみよう。甘える泥かけ守る氷の牙。あー、でもないね。ケタグリマンキーの毛。うーん、死の抵抗、サイケ光線、コダックの芋。ラムボイス、エアカッター。ほう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 。私用の LP 交換。あー、はいはいはい、これで交換できるんだ。うーん、まあいいかな。フレンドリーショップ、ボールが気になるんだよね。かわいいペッペ人形。モンスターボールを20個ぐらい買ったか。LP で払えばよかった。わー、すごい。かわいい、このアイコン。あ、いた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 。なにこの子。パン、パピモッチ。はい、ということでこのパピモッチも多分今作からの新ポケモンですね。こういうのポケモン、フェアリー。吐息に含まれている酵母が料理を作るのに役立つため古くから人に保護されてきた。パンってことだよね。はい、ということで名前ワンパンワンですね。よし、決まり。ん、なんだこいつ。シルシル、気持ち悪い。気持ち悪いのがいる。
になるね。よしよし。毒ネズミポケモン。ネズミポケモン多いな。縄張りに敵が近づかないよう刺激臭がする毒液で巣の周りに図形を描く。ほう、毒ネズミ。毒ネズミポケモンなんで毒気ですね。はは、毒気だよ。ポケモンばっか捕まえてて全然進まねえ。ネモ、た、ネモマックス。いいよ。強いぞ今の俺は。こんなとこでバトルするの。入り口はやめた方がいいよ。話を聞かないこの人。クワッツも成長してんのかね。2匹で行かせてもらえない。俺6匹いるからな。いいいい、じゃあな。クッククックック。そっちは飛行タイプ覚えてんのかな。だってダメプじゃねえか。噛みつくで終わり。よし、何出してくんだろう。お、ドッキードッキー噛みつく覚えて。ドッキーリーダーで引っかき。ノーマルドッキーか。深くいらないかな。お、ピカチュウ出してくるじゃん。こっちはどうしよっかな。ドッキー行くか。ドッキー。見た目がすごい。あ、出た、ピカチュウ。ピカチュウ何がいいかな。この子は何が強いんだろうな。攻撃が高いか。はいはい。では乱れ引っ掛けで。とっておき使っちゃう。え、何使うの。え、テラスタル。卑怯だぞ。重そう、頭。あ、2回しか当たってタイプいるときもっと高めるんだ。卑怯だって。だからちょやるねー。ちょっと本気でいっちゃおうかな。そういうことするならこっちだって。いきません。2分の1です。増したせいのこの威力全然食らってないよ。このは テラスタルか。
この派で終わり。お疲れ様です。おお綺麗。パリーンってなんだろう。だし。お、ワイキャンジャル。ありがとうございます。減らしたら相手そのままで勝っちゃうなんて。まあね、あとで何とかしてあげる。今始めたばっかりなんだよ。そうだよ、ちょっと手加減してよ。門の向こうが学校の街。学校の街、テーブルシティ。へえー、坂とか階段多いから一休みしておかける。おお。学校の街。あ、そっか、別にあれだ。子供だけじゃないんだよね、確か。あの、いくつの年でもこの学校は通えるとか。そんな感じだった気がする。パルデュ地方最大の都市。昔から攻撃が盛んで、新しい技術知識を求めて。ほう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 。髪型をいじる美容室。惣菜屋さんかな。うん。あ、勝負といえば手続きが必要。あ、そうなんだ。うん。ブティックやレストランまでから行ってみて。買い物に持たせて便利なロゴっていうデリバードポーチ。何それ。ふんふんふん。さあ、ということで、いや結構ね、なんだろうね、見てほしいところがいっぱいあって、それなりに動画も尺使っちゃったんで、今回はねここまでにしたいと思います。はい、もうね隅々まで、はい、見てくれる人にね伝わるような動画を作っていこうと思いますんでね。ストーリーは追うわけじゃないんですけど、別に。はい、まあこの先からはね、ちょこちょこ切り抜きみたいな感じで上がっていくかなと思いますが、はい、まあ、新ポケモンばっかりで、ね、使っていきますんで、気になる方は見に来てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。